ホリーが1987年まで販売していたミリアグラフ鉄筆とヤスリ版、原子を用いる当社版の製版技術を発明したエジソンによる米国特許第224,665号の図版部エジソンとライセンス契約を結んだシカゴの AB ディック社が3年の歳月をかけて商品化し1887年に発売を開始した エジソンミメオグラフホリーが渡米する3年前の a b ディック社のミメオグラフ広告初代ホリー慎次郎は明治大正時代の日本の発明家。当社印刷式材製造のホリー当社堂創設者。米国で発明され実用化された当社版印刷技術を日本に初めて持ち込み印刷用品を製造販売した。原紙をヤスリ版の上に置き、鉄筆で書いて製版する。 当社版は、米国においてエジソンが1875年に印刷について、1880年に製版について、それぞれ発明して特許を取得していた。特許に基づく商品製造販売の正規ライセンス契約をエジソンと結んだ米国、シカゴの事務用品販売会社が1887年から販売していた当社印刷商品、ミメオグラフを真似た。 印刷機材を1894年1月に日本国内で初めて製造。これに当社版の日本語名を与え、自らの発明品と歌って同年から販売を開始した。1856年9月16日、菱田野左衛門の次男として、大見国家も大群家よ長村に生まれた。内務省官僚局紅茶伝習所に入り、 緑茶再生法伝集書等を経て1879年8月13日、岐阜県御用係となり、その後の商務省聖茶巡回教師となった。1883年8月、滋賀県加毛郡岡本村で代々醸造業を営む堀池の養子となり、暴との息子、高造を持つ堀井秀と結婚して、第38代、新し次二郎となった。 当時の日本では1865年に開発されたヘクトグラフが軽印刷として一般に用いられていたが、巡回教師活動では多くの資料を用意する必要があったことから、新しい二郎はタブ数の印刷に耐える軽印刷技術に強い関心を持っていたという。新しい二郎は1893年1月にべての職を辞め、家計が困窮する中、 シカゴ万博視察を主目的に簡易印刷の情報収集と技術の習得を兼ねて同年3月に渡米したとされる。当社版はアメリカ合衆国ではすでにトーマス・エジソンが1875年に原子を固定する跳ね上げ式の枠を持つ台を用いた印刷方法について1880年には原子を細かく溝を切った金属のヤスリ板の上に置き 鉄筆で筆記して製版する、製版方法についてそれぞれ発明し、特許を取得していた。1884年には、この当社版の使用に適した、ワックス原子を、米国のアルバート・ブレイク・ディックが開発した。ディックは先行して、特許を持つエジソンに申し出て、製造販売のライセンス契約を結んだ上で、3年の歳月をかけて、印刷に必要な資機材一式を自力で商品化。 自らがシカゴで経営する事務用品販売会社 ABDIC 社が商標登録したミメオグラフの商品名で1887年投射板用品セットの販売を開始した。ミメオグラフは木箱の中に ABDIC 霊型平台投射器及び鉄筆、ワックス原子、原子用修正液、インクローラー、インクなど投射板に必要な色材一式をセットにしたもので、 新しいジロート米前年の1892年には、累計出荷台数が8万セットを超えていた。英国でも、デイビッド・ゲステッドナーが、ペン先に微小歯車を設けた、ペン、シクロスタイルで原子に筆記して製版する当社印刷、ゲステッドナー原子副写機を考案して1881年に、特許を取得し、やはり3年をかけて一連の用品をセットにして、商品化した。 ネオシクロスタイルを1884年から発売していたほか、1891年には、当社機による印刷工程を自動化した自動当社機、オートマチックシクロスタイルを開発して販売を始め、当社版は安価な印刷を実現する新技術として急速に普及していた。シカゴ万博の開催地で AB ディック社の本社があるシカゴで半年余り滞在し、 1893年10月に帰国した新しい二郎は国内で入手できる資材で AB ディック社製ミメオグラフをコピーした同様の印刷器具を自作し帰国からわずか3ヶ月後の1894年1月自身の発明と謳って老引きした原子をヤスリ状に置き鉄筆で書いて製版する方法にデュプラケーターを訳した当社版の名を当てて発表した 新しい郎は当社印刷資機材を製造販売する当社堂を設立。ミリアグラフの商品名で同年7月から製造販売を開始した。翌月勃発した日清戦争に伴って陸軍省がミリアグラフを購入したことで商売に弾みがつき、当社版を自身の発明として農商務省特許局に特許を申請。 1895年3月12日に当社印刷紙として特許を取得した。当時日本はパリ条約にはまだ加盟していなかった。AB ディック社のミメオグラフは、後内田博之が輸入代理店となって日本でも販売された。新しい二郎が創業したホリー投射道は昭和当社道、ホースと共に戦前の国内当社版メーカーの一角を成した。 さらに戦後にかけて、1万イニシエ、プラス、サカタ、ビナス、ライオンなど数多くの同業者と共に、一定のシェアを維持した。PPC 副社機の普及による1970年代の当社版衰退を受け、国内当社版メーカーのほとんどはこれまでのノウハウを活かして、すでに手がけていた、もしくは本業であった、事務用品や印刷用ンキなどのメーカーとしてそれぞれ転換していったが、 ホリー投社道は当社版用品の製造販売を継続。また、家庭の年賀常用途を狙って1977年に発売開始された理想化学工業の鍵、シルクスクリーン印刷機、プリントごっこに対抗し、ボールペン原子をセットにした B6 般重視性、簡易当社機、マイプリンターやプリントごっこ同様に、スクリーンと原子を一体化し、紙に圧着印刷する鍵、 シルクスクリーン印刷機、マイプリンター、いろいろや、マイプリンターピカイチ君などのマイプリンターシリーズを発売して、追随を図ったが、成功しなかった。ワードプロセッサや、パーソナルコンピューターの普及で、事務現場の応援化が進む中、1985年、称号を、ホリー株式会社に解消。ミリアグラフや、マイプリンターなどの印刷用品事業は、1八十七年に、 打ち切り、事務機器の販売会社に事業転換した。しかし、経営人である創業家の堀井一族が1998年頃から始めた不動産業が失敗し、損失が積み重なった上に、堀池がこれを放置したことから、負債が約87億円に拡大して資金繰りが急速に悪化。2002年9月3日に2度目の不当たりを出し、 同年9月25日に東京地裁から破産宣告を受け倒産した。生産で売却された東京都千代田区の旧本社ビルには、ホリが設置した当社版発祥の地と題した金属製の記念プレートが現在も壁面に残されている。ありがとうございます。